風祭り神奈川県小田原市にある地名。本校で解説する。日本各地において毎年200頭前後に行われる嵐を沈めるための祭り。200頭は台風来襲の特異日のため収穫前の農作物が被害に遭わないよう祈願することを目的とする。富山県富山市の小原風の盆頭が代表例である。地方によっては 屋根や竹竿の先等に風上に向けて釜を立てる、風切り釜の風習も見られる。風祭りともかく。日本人の性の一つ。江戸幕府旗本に名が見える。風祭り日本神奈川県小田原市。風祭り、風祭りは、神奈川県小田原市の地名。郵便番号250の0032。小田原市の西部、早川北岸に位置する。板橋、水野を、 国のの早早川川流路を境に早川と接している新辺相模国風土機構にある、早川省、谷津村の妙工院の辞典によると、鎌倉時代の公安3年に、時の執権、北条時宗に仕えた、風祭り秀という人物は、風祭村に住み、日蓮に帰依して、同時の回帰となった。風祭り秀の子孫は後に、 風祭りに隣接する水の王に移り住み、王騎士を名乗ったとされている。また、新編相模国風土機構の風祭り村の公によると、15世紀後半に表された開国雑記に風祭りの地名が見え、また17世紀前半に成立したとみられる紅用軍艦や工場機にも風祭りの地名が見える。なお、忍術、忍者の解説書で風祭りの近くに、 風間村、風間国という地名があると書かれていることがあるが、そのような地名は存在しない。はじめ武田勝頼に仕え、後北条氏直に仕えた平聖堺氏が、後北条氏が滅亡した後、風間祭村に住み、初代の利休から風間祭氏を名乗ったとされている。風間祭正春が徳川秀忠に仕え、江戸幕府の幕臣となった。風間祭古明は、 公衆大館を務めた。古くは河川の早川に沿って東海道が通り、江戸から21里の一立下が置かれた。現在は国道1号となり、並行して、そのバイパスの小田原箱根道路も通っている。共に青少バイパス、箱根口インターチェンジに接続する。なお、小田原厚木道路の風祭りトンネルは、風祭りではなく、隣接する板橋。 水野地区や小木久保地区を貫いている。国道1号に沿って箱根登山鉄道鉄道線が走り、地区内に風祭り駅がある。駅周辺にはかまぼこを製造、販売する鈴弘の本社があり、そのかまぼこ博物館が小田原市の町角博物館に指定されている。ありがとうございます。